皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もマットファーザーやっていきたいと思います。扉開けるのかな、開けたくないんだよ扉。ああ、こっちからじゃ開けられないのか。このままじゃ出られないって言ってるもんね。ストレートに出るわけじゃないのかな。そうだね、ここで来たらこうやってね、戻して、あいつをね、あいつそれでやり過ごすんや。こっち来てんな、こっち来てんな。あいつ一撃でもうノックダウンしちゃうからな。よいしょよいしょ、よし間に合った、オッケー。さあ、あいつがあそこでガンガンやってるうちに、オッケーオッケー。あ、これで戻ってセーブだけして、あ、閉じ込める。あぶねあぶね、間に合った間に合った。あ、カラスいなくなっちゃった。いや、この先行くしかねえな。あいつ出てきちゃいそう。ん、なんだこれ、人形、何の人形だ。え、これだけ。はい、他は特になしか。うた、あ、この人形がどうして進めないの。通さない。え、何、お人形さん通さねって言ったよね今。奥の扉、扉の奥に入れないのはあなたの仕業ね。通さない、どうして邪魔するの。通さない通さない、あー、もう気狂ってるわこれ。通さないって言ってるわずっと。この奥に行きたいなら、その人形を壊しちゃえばいいのよ。ん？パパッと燃やしちゃえば、人形の中に入ってる魂のかけらがパパッと消えて、扉に張り付いてる見えない壁もパパッと消えちゃうよ。燃やす？やめろって言ってる。ん？あ、行っちゃった。ヒントだね。でも燃やせるものなんてないよね。でも壊すしかないってこと？あんな子供の言うことを信じるの？でも不気味な人形を手に入れた。手に入れるだけでよかったのか？これチェーンソーで壊すとかないのかな？どこに壊せないか、連れて行くしかないってこと？あ、ダメか。そうだな、アイテムで不気味な人形使えないか。こちら側じゃないのかな、この先出ちゃっても。いや、あいつがねずっといるんだよ。あいつ扉壊さないか、大丈夫か。あ、カラスがいる、よかった。カラスセーブしとこ。他は特にないか。ん？血が続いてる。あれ？あの子があんなところにいるんだけど。この子に何かあるのか？ん？どこ行った？あの子。この先。え？猫の声？あ、猫が死んでる。猫が死んでいる。ピクリとも動かない。なんで死んでんだ？骨があるんだよ。地下炭鉱の入り口？どこに続いてんだ。あ、カラス。ナイス。いや、でも怖いな。何がある？あ、人形。また人形か。何かいる。これまた人形に気づかれないようにね、移動しないといけないと。あの人形引っかかってんな。あ、今のうちに移動してと。あ、なるほどね。こういう感じね。あそこの上にもいるな。人形に気づかれないようにしないといけないから、ちょっとこれタイミングね、見計らって向こうに行ってと。で、大丈夫かな、こんなとこいるけど。あ、やばいやばい、見つかってない。あぶね、助かったぜ。あれ動いたな。でもこれ何かの役に立ちそうだ。
蚊のままにしとこう。で、あそこの人形をやり過ごして人形にくっついていって、おっとここか、うん、どこに出るんだ、あ、隠れるだけってことか、この中は。で、こっちでやり過ごしてさらに奥、うん、別の人形だ。暗くてよく見えないが人形のようなものが佇んでいる。こうやってチェ、うん、変わった人形か、変わった人形がね、これ何かの役に立たないのかな。チェーンソーも使えないもんね、アイテムも使えないと。あ、あれ、なんかもげたぞ、頭がもげてった。うっ、バカ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 、あいつバカバカ、あっちにジェムがあるの、危ねえ危ねえ危ねえ、あの人形危ねえな、気をつけねば。でジェムを取って、あ、取れないんだ、やばいやばいやばい、危ねえ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 、あー、なるほどね、人形をここでやり過ごして向こう側に行けばいいのか、危ねえ、姿を見せないようにして、今だ、決死の覚悟で挑まねば。よしよし、これでショートカットになるわけだ。あそこ人形いるわ、あー、また向きをちょろちょろ変えてるわ、あの人形。あー、こうやってね、ちょろちょろっと、これちょっと待って、ジェムをね取らないとまずいよね、ジェム取り行こうか。よしよし、あ、やば、あ、よいしょ、ジェム手に入れました。でさらにこの奥だね。で、人形に気づかれないように、今だ、 OK。 さあ、あれ、またいるんだけど、あいつが、やめていただけんかね、カラスがいるんだな。どうしたらいいんだろう、あ、向こうに行っちゃった、ん、焼却室前で、ここでセーブして、ん、どこ行くんだ、焼却室前、いや何するのよ、ん、誰かいる、なんでそんなにあの子を助けようとするの、ん、あの子助けたって私たち元に戻れないのよ、みんなこっちへ引きずり込んじゃえばいいじゃないの、その方が楽しいじゃん、ん、いや、やめて、あ、何、やだな、セーブしとこうっと。何があった、この先、この先、あ、あの扉の奥が気になるよね、そっち行くしかないよね、他アイテムとかないかな、骨がいっぱい落ちてんだな、行ってみよう、ん、誰が死んだの、ん、胸に小刀が突き刺さっている、抜き取りますか、はい、どうなる、メスか、動いたりしない、どうして、あ、いや、あれ、もしかして、あれ、男の子じゃないよね、ん、あれ、あ、どうした、なんだこれ、あ、この泥棒が今度うちに来たらただじゃおかねえぞ、あ、やめてあげてよ、かわいそうに、ん、この子も拾っていくのか、かわいそうに、うちにおいで、おいしいものを食べさせてあげるよ。ん？一体誰なんだ？あ、またここで食事をさせるのか。遠慮しなくていいんだよ。今日から君は家族になるんだから。ん？これでご飯食べさせて、あれ？子供？この子はアヤって言うんだ。君の妹だ。え？妹？私お姉ちゃんになるの？え、あ、いや、お姉ちゃんだよ。お姉ちゃんがいた？え、でもそんなの知らないよ。あれ？研究室だ。ん？何持ってんだ？あ、チェーンソーで？殺しちゃったってこと？
家族にしてくれるって言ったのに。嘘つき。あ、そうやって騙して。あー、ひどい話だね。あー、かわいそうに。お父さんどうして。あなたと家族になりたかったな。あー、消えてちゃった。いや、お父さんが最低なんだよ、やっぱり。ごめんね。いや、お父さん、これサイコパスだよ。これで、ん？ナイフが散乱しているか。他にね、壊せるものはね、壊していきたいんだけど、特にないか。人形だ。ピクリとも動かない。ただの人形だ。人形は不気味に微笑んでいる。その手にはナイフが握られている。わあ、人形が殺した。うつろな目をした人形だ。でもこの先は進めないもんね。開かない。鍵がかかっていると。いやー、これお父さんの犯行が結構ひどい手口でね、誘い込んでるようだね。この先、あ、アイテムがあるよ。なんか倒れてるんだけど。嫌な感じだな。アイテムないかな。ない。行くしかないんだよ、やっぱり。これは一体なんだ。なんだろう。鍵が落ちてる。何か来る。はい。あ、鍵。やばいやばい。あそこで鍵食べちゃうんじゃない？鍵先取ってこれば。あ、パクってやっちゃった。あー、ゴクってよ。あの動物殺すしかなくなっちゃうね。あー、死体を食べてんだ。あー、ない。鍵がなくなってる。いや、もうこれ あの動物をやるしかないんだよ。そうなってくると。もう持ってるか、最初から。あれ、カラスだ。どこに繋がってるんだ。あ、おい、やだな。おい、今なんかいたぞ。なんだあれ、なんだあれ。ちょっと待って。ここで大きな樽が置かれてると。お、やばい、気づかれた。おいて。いや、あれもう一目散にぶち殺しに来るもんね。ちょっとね、ギリギリのとこ立ってよ。あいつをやり、あの人形やん。よし、あいつをやり過ごして。あ、これを落とせばいいのか。届かない。培養室前。これであいつにぶつけるんじゃないか。これを落として、今だ。あれ、使えないか。あ、そっか、届かないって言ってたもんね。これを使えばいいのかな。この板使えるかも。動かす。そうね、動かそう。あ、そういう感じでね。なるほどね。これでチェーンソー、まず、お、落ちた。え、あ、失敗したやん。ぶち殺される。あ、バッドエンドね。で、包丁持ってる方がねおりますので、ここを華麗にスルーして、で、このシャンデリア届かないよね。で、板、ここまではね何回もやってたんだよね。で、あの板を使ってさらに土のうが積まれている。そう、ここ気づいてなかったね。で、これ重りにできそう。土のうを動かす。さあ、土のうを重りにして、で、どうかな。あ、2つ置いた。これで、問題なくいけるんじゃないかな。で、 Z ボタンで、今だ。よし、 OK、 潰れたね。ナイス。よし、これで問題なくねいけそうだね。ペシャンコになってるもんね。で、まずはね、ここ壊して。特に何もないか。こちらの扉は開かないか。この先か。
開くね。あ、ん？何かあるぞ奥に。こちらはなんだ？特に何もないか。なんかありそうなのにね。ん？ここは？壊せる。ん？あ、中からなんか死体が出てきたんだけど。ん？本だ。アルラフネ。地中海地域に、分散する多年草、別名マンドレイク、マンドラゴラ、根元には有毒成分が含まれており、古くから睡眠剤かな、鎮静剤といった薬用として用いられてきた。伝承では魔術や錬金術などの材料として扱われている。また地中から根っこを引き抜く際、地獄の悲鳴を上げ、これを聞いた者を死に至らしめると伝えられているという感じかな。うん。で、鍵かかってるんだ。特にアイテムはねないもんね。この先も特にないから、バイオ室は後かな。なんかあそこなんか培養しちゃってるよね。いや、怪しいな。でもこの先、犬っころがいるな。もうチェーンソー構えとこうか。あそこね、鍵かな。犬っころのエコ動きをねよく読んで行動しないとまずいというね感じでしょうかね。こちら骨を踏むと多分音で気づかれちゃうんじゃないかな。犬っころ殺せないかな。でもな、ここまで来たら結構行くの大変だからな。ちょっと死なないようにしないと。ここまで来るの結構苦労したんだよ。あんな犬っころにやられてたまるかっていう話なんだよ。ちょっと動いて。鍵か。あ、ダメだ。これ置いて。ハンマー。ハンマーか。あの犬はやっつけられないのかな。あの犬、ここ行き止まりか。もう特に何もないんだ。ハンマーで何すればいいんだろう。ここの培養室の鍵を壊すとか。ん？なんか怪しいよねここ。あ、パズルだ。パズルがあるか。ちょっとね、パズルを合わせていこうか。ここでしょ。あとは、こちらを、こちらかな。うん。まあ、少しずつ合わせていきましょうかね、パズルの方。ここら辺かな。で、髪の毛、あ、顔のパーツを作っていこう。うん。髪の毛とかちょっと特徴が分かりづらいから最後かな。で、こちら髪の毛。で、上部分か。ここら辺かな。上の方で、あ、なんか微妙に違うな。ここか。うん。で、ここも上部分と、こちら側か。うん。で、リボンと頭で、ちょっとピンクが混じっている部分。うん。そして服か。もうほんのちょっとだね。パズルだったんだね、こちらは。ここかな。よし、合いそうだね。これで、最後のパーツ拾ってと。あ、なんか違うみたいだね、ここ。一個ずれちゃってるか。ここと、さらに下か。うん、これで OK。ガチャっていったね。じゃあ、培養室。今どこかで音がしたような。そうだね。開いたみたい。ピチョンって。ん？あ、血まみれ、赤いピースになってるわ。あ、実績解除されるものだったんだね。よかった、見に行って。で、セーブして、あそこに何かある。ん？根っこをね引っこ抜く。あ、ポンって。あ、え、どうなる。なんか湧いてくる。あ、気絶しちゃった。あ、死んじゃった？もしかして。どういう感じ？あ、死んじゃったわ。
あれ引っこ抜かない方がいいみたいだね。赤いピース見たよね。うん、実績は解除されてると。じゃあね、あのマンドレイクを抜かない方向で行こう。ひびが入ってる？ん？ひびが入ってる。ハンマーかな？アイテムで、ハンマー。コンと。どうなる？何が入ってる？ん？これは？耳栓。あ、耳栓をしてマンドレイクを抜けばいいのか。じゃあ一旦セーブして、で最初に耳栓しなくていいのかな。引っこ抜く様子を見る。持っていきますか。持っていく。うん、今はやめておこう。どっかで使うのかな。あのとこにジェムがあるね。ジェムを今は取れないかな。ハンマーとかも、あ、使えないか。まあ、もしかしたらここ誰かが壊してくれるのかもしれないな。他にもう何もないもんね。うん、まあ、この場所じゃないのかな、使うのは。で一旦セーブと。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。